ただいまより第6回立命館大学全国高校大学ソフトウェア創作コンテストアイチャレ2016ファイナルの表彰式を開催いたします。では早速審査結果の発表並びに賞状副賞の授与を行います。賞状副賞の授与につきましては、最優秀賞は中谷委員長より、協賛企業賞につきましては各企業の審査委員の方よりお願いいたします。では審査結果を発表いたします。まずはじめに協賛企業賞各賞の発表です。企業賞は受賞者に賞状と副賞が授与されますので、失礼いたしました。作品名が呼ばれたファイナリストの皆さんは前へ出てきてください。ではまずセガネットワークス賞です。株式会社セガゲームス、セガネットワークスカンパニー渡辺様、高校版と大学版の発表をよろしくお願いいたします。はい、セガネットワークス賞です。ですね、当社の方で、採点基準を、まあ、コンセプトと、企画と、技術という3点について、まあ、総合的に判断させていただきました。なので技術的にちょっと面白いなっていうものにがあったんですけれども、ちょっとバランスをとってですね、賞になります。で、高校版、テックスピークで、大学生版アレルギーフリーあれになります。このまま、セガネットワークス賞高校版には副賞としてアマゾンギフト券3万円分が授与されます。おめでとうございます。テックスピークの方は前に出てきていただけますか。表彰状、セガネットワークス賞、あなたは立命館大学主催全国高校大学ソフトウェア創作コンクールテスト、コンテストアイチャレ2016において当初の成績を収められました。その栄誉を称えてこれを賞します。おめでとうございます。では、大学版のアレルゲンフリーの方は前に出てきてください。でテックスピークの方一旦戻っていただく形でお願いします。表彰状、セガネットワークス賞以下同文になります。おめでとうございます。ちなみに僕はですね、1パーから2パーの少ないアレルギー持ちで、さらにレアなバナナとマンゴーアレルギーという東南アジアとか絶対にいけないようなアレルギーで、すごい共感をしたので決めました。おめでとうございます。先ほどお伝えし忘れたんですけれども、セガネットワークス賞大学版には副賞としてアマゾンギフト券5万円が授与されます。おめでとうございます。続きましてワークスアプリケーションズ賞に参りましょう。株式会社ワークスアプリケーションズ対馬様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、高校生版、サイン、さんと、大学生版サビティムさんに賞を、授与したいと思います。
では作品名を呼ばれたチームの方は前に出てきてください。受賞の、理由につきましては、私ども、技術者特化の、部門と採用をやってまして、それにかなりドンピシャだなという感じがしましたので、選定したいたしました。おめでとうございます。ワークスアプリケーションズ賞高校版には副賞として Amazon Fire HD8 ですね、失礼いたしました、 Amazon Fire HD8 タブレット 16GB ブラックが授与されます。おめでとうございます。続きまして大学版サフィテムの皆様は前へお願いします。ワークスアプリケーションズ賞大学版には副賞といたしまして Amazon Fire HD10 タブレット 16GB ブラックと食事券1万円分が授与されます。おめでとうございます。サビティンさんの、受賞理由につきましては、我々の、最近、作っている製品としてのコンセプトの一つとして、クラウドネイティブっていうコンセプトがあるんですけども、それにすごいぴったりな感じとか、いうのをちょっとすごい分かりづらい理由なんですけども、そういうあたりに、惹かれた点と、個人的に、学生の頃災害のあたりやったりしたので、そこで個人的な思い入れとかもあって受賞選定いたしました。おめでとうございます。以上になります。続きましてレックテクノロジーコンサルティング賞です。レックテクノロジーコンサルティング株式会社中川様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、レック賞になります。高校生版の方はスペースクリーナーさん、大学生さんの方はアレルゲンフリーさんに決まりました。ですね、高校、スペースクリーナーさんの方は、非常にコンセプトのしっかりしたゲームだなというところが受賞の理由になります。あと大学生版の方は、将来的に必ず必要になるシステムかなというところと、サーバーの方までしっかりと考えられたところが良かったというところが受賞の理由になります。はい、それでは名前を呼ばれたチームの方々は前に出てきてください。はい、レックテクノロジーコンサルティング賞高校版には副賞として図書カード3万円分が授与されます。続きまして大学版の表彰に移ります。レックテクノロジーコンサルティング賞大学版には副賞として東京六本木高級フレンチでの会食2名までが授与されます。おめでとうございます。続きましてサイボーズ賞です。サイボーズ株式会社酒井様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。サイボーズ賞の発表させていただきます。サイボーズ賞の高校生版は、壁コムです。で、大学生版は、見守りボックスに送らせていただきます。選定理由としましては、弊社チームを、重視してますので、カベコムさんは、チームで使う、ツールということで、
なんか弊社のツールにも欲しいなという感じで、決めさせていただきました。はい、サイボーズ株式会社賞高校版には副賞としてオリジナル図書カード1万5000円分とサイボーズノベルティセットが授与されます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、見守りボックスなんですけども、ね、まあ、弊社も、地域の、そういう老人介護で出しとか、あの孤独、独居老人の問題についてちょっと、キントーンという製品でなんか、解決できないかなという取り組みを行ってまして、まあ、なんか共感をさせていただいたので、まあ、もしキントーンと連携できたらとかそういうのとか考えたりしました。はい、サイボーズ株式会社賞大学版には副賞としてオリジナル図書カード3万円分とサイボーズノベルティセットが授与されます。おめでとうございます。続きましてヤフー賞です。ヤフー株式会社田辺様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、ですね、非常に皆さんレベルが高くて悩んだんですけれども、まず、高校版の方ですね、テックスピークを作られた方、はい、おめでとうございます。そして、大学版ですね、こうやって撮っての、チームの皆さんですね、お願いいたします。はい、じゃあどうぞ。それぞれ選考の理由ですけれども、弊社は開発課題解決エンジンということで、何らかの課題を IT 技術を使って解決するというふうに、銘打って、やっておりますけれども、やはりそこの背景にはその人が困っている、そこに困っている人がいるというところを一番に考えております。なので解決手法っていうもので一つではないんですけれども、そこにこだわって一番そのいろんなバージョン、ちゃんとバージョンを更新して課題の解決で一番よくやり抜いたかなというふうな判断理由でテックスピークさんの方に出させていただきます。はい、ヤフー賞になります。ヤフー賞の副賞につきましては当日のお楽しみということなんですけれども、ね、はい、発表の方をよろしくお願いいたします。ヤフーでは T ポイントと連携をしておりまして、 T ポイントの1万5000分を、授与させていただきます。おめでとうございました。はい、T ポイントってどこで使えるんですっけ。あと F ショッピングとか F オークションでも使えるので、ぜひ買い物をしてみてください。はい、どこでも使えるということが明らかになりました。よろしくお願いいたします。で次こうやって撮ってなんですけれども、こちらも非常にいろんな課題を解決しているチームが多かった中ですね、一番なんか身近な課題を解決したというか、あ、そこ確かに困ってる人多いよねというような発想のところに、まず身近なところの課題を解決するっていうところからおそらく開発ってスタートするものだと思ったので、その点を評価させていただきました。おめでとうございます。ヤフー賞大学版も当日のお楽しみということなんですけれども、内容につきましては、はい、同じく T ポイント1万5000分になります。ありがとうございました。ありがとうございます。続きましてピクシブ賞です。ピクシブ株式会社川上様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、すいません、先ほど高校版もとお伝えをしたんですけれども、ピクシブからは、大学
のみの、はい、失礼いたしました。なってますので、はい、ピクシブ賞ですね、モノクロジックさんに、決定いたしました。はい、ピクシブ賞には大学版副賞として iPod Pro、 失礼いたしました、 iPad Pro が授与されます。はい、受賞の、理由なんですけれども、単純にですね、使ってみてまず面白いというのと、アプリの出来がとても良かったことですね。あとはですね、ゲームが単純すぎず複雑すぎずっていうところがとても良かったかなと思っています。やっぱり新規のユーザーさんを考えたときに複雑すぎると、まあ、それもそれでできないということでアンインストールされてしまいますし、単純すぎると、まあ、こんなもんかということでアンインストールされてしまうし、すごく難しいんですけれども、このゲームはそこもなんか昼夜逆転だったりとかいろんなことを考えてくれていて、やればやるほどこうハマっていくような奥深い楽しいゲームかなと思いました。もしちょっと一つアドバイスさせてもらうと、ゲームってやっぱりポップでカラフルなものが多いので、その中で白黒のゲームっていうとなかなかちょっと目を引きづらいところがあるかなと思うんですが、ただその昼夜逆転っていうその白黒っていうところがこのゲームの面白さかなと思うので、何かこう目を引くような何か機能をつけてもらえるともっと良くなるかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、おめでとうございます。続きまして、朝日ネットマナバ賞です。株式会社朝日ネット、浦田様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、朝日ネットマナバ賞として選ばせていただいたのが、高校版についてはニュアネクトです。で、大学版についてはトレジャーキャンパスです。どうぞ前へ。選定理由としては、弊社として新しいつながりを生み出していくことと、あとは教育分野への貢献というところを考えて選定させていただきました。ニュアネクトさんについては、コメントのつながりからその新たなコミュニティがどんどん生まれていくっていうところを今後の将来性として重視させていただいていて、で、新しい単にリンクさせていくだけではなくて、その重要度に基づいてそのコメントが大きくなっていくとか、そのつながりがどんどん有機的に変化していくっていうところをどんどん取り入れて、新しいつながりがどんどん生み出されていくと、もっともっと面白くなっていくかなと思いました。どうしようかなあ、とりあえず前どうぞ。朝日ネットマナバ賞高校版には副賞としてアマゾンギフト券3万円分が贈られます。おめでとうございます。はい、大学版としてはトレジャーキャンパスを選定させていただきました。弊社マナバという教育システムを展開していて、で、教育業界について最近ゲーム要素を取り入れていかにどんどん面白くしていくかといったところが重要視されているので、トレジャーキャンパスのようなどん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 そのゲーム的な要素を取り入れて、面白い仕組みが大学高校にも増えてくると、もっともっと教育も面白くなってくるのかなと思い選定させていただきました。で、内容としてはそうですね、もっともっとその何でしょうね、オープンキャンパスで高校生が来るだけではなくて、その大学生同士が盛り上がっていく仕組みにすると、その高校生もその大学生の生活の様子とかが見えて、もっともっと面白い仕組みになってくるかなと思っています。これからも開発頑張ってください。朝日ネットマナバ賞大学版には副賞としてアマゾンギフト券3万円分が授与されます。
おめでとうございます。続きまして野獣賞です。株式会社野獣、田中様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、野獣賞ですね、発表させていただきます。高校版の方が3位になります。大学版の方が HSP になります。どうぞ前までよろしくお願いします。まずサインさんの、受賞理由なんですけれども、まあ、やっぱりディープラーニングですね、まあ、私どもはやはり AI 周りのところで、まあ、ワトソンだとかあとは Google の TensorFlow だとか、まあ、今後の IT のサービスにはやはりこうかなり重要になってくる技術だというところで、まあ、それを高校生のうちからやるということで今後ですね大学卒業した5年後ぐらいにはもっとサービスも世の中増えるかなと思ってます。おめでとうございます。野獣賞高校版には副賞として小型ドローンが授与されます。おめでとうございます。はい、どうぞ。SSP さんですね、私どもの会社50人ぐらいなんですけれどもほとんどがエンジニアなんですね、まあ、やはりエンジニアを育てるというところでどうやってこうプログラミングをリアルタイムに勉強していくかだとか、まあ、そういったリアルタイムのコンパイルというところに、まあ、少しプログラムが少しでもこう身近に感じるというところがありまして、今回選定させていただきました。おめでとうございます。野獣賞大学版には副賞として小型ドローンと野獣社長との共料理会食が贈呈されます。おめでとうございます。続きまして富竜賞です。富竜株式会社望月様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、富竜賞を発表させていただきます。まず高校版が、サイン、そして大学版が見守りボックスです。じゃあ前をお願いします。まずサインの、理由なんですけれども、ディープラーニング独自実装ということでまずそこにびっくりしたんですけれども、ブースでもお話をさせていただいてまだプログラミング歴が 2,3 年ということで二重にびっくりと、まあ、将来性が非常に楽しみということで今回の、受賞理由とさせていただきました。おめでとうございます。富竜賞高校版には副賞としてヨドバシ JCB ギフトカード1万円分が授与されます。すいません、写真を撮るそうです。おめでとうございます。はい、それ見守りボックスです。理由ですけれども私の父も70歳を超えてよく薬を飲み忘れていますし、まあ、そういった意味ですごく必要性を感じたこととかあとはアプリのデザインとかサーバーサイドとかあとハードとかいろいろやっている中で非常に技術的なバランスもいいなと思いました。あと私よくサプリを飲み忘れるのでその辺も対応していただけるとすごい助かるなと思いました。おめでとうございます。富竜賞大学版には副賞としてヨドバシ JCB ギフトカード3万円分と現場社員との食事会オフィス見学が授与されます。おめでとうございます。続きましてメンバーズ賞です。株式会社メンバーズ河合様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、メンバーズ賞を発表させていただきます。高校版の方はですね、ニュアネクトですね、おめでとうございます。はい、それから、大学版がサフティムになります。おめでとうございます。では受賞された方前へお願いします。はい、おめでとうございます。はい、
ニュアネクトの方ですけれども、私もソーシャルメディアの活動支援っていうのをずいぶん古くからやってるんですけど、 SNS と新しい発想の SNS 面白いなっていうところとですね、それからまあ技術的にもさりげなくですね、大トラフィックをさばけるような、サーバーと、構成を考えていらっしゃるので、アプリの構成をうまく調和されているということで評価させていただきました。おめでとうございます。メンバーズ賞高校版には副賞としてグルナビ食事券1万5000円分が授与されます。おめでとうございます。はい、サフティブのですけれども、私も、理念的には社会貢献をすごくしていこうという会社なんですけど、その理念のイメージにだいぶ近かったなというふうに思っておりまして、表示させていただきたいと思っています。あと技術的には Ruby 推しは一緒なので、ぜひね、フレームワークはレイズなんですけど、うちの方ですね、Ruby 一緒に頑張っていきたいと思っています。おめでとうございます。メンバーズ賞大学版には副賞としてグルナビ食事券1万5千円分が授与されます。おめでとうございます。続きましてニフティ賞です。ニフティ株式会社一角様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。はい、ニフティ賞ですが、ニフティですね、最近、IoT の取り組みの方を強化しておりまして、物のサービス化ですとか、あと AI とかですね、VR とか、そういったテクノロジーが使われているサービスをメインにですね、選定をさせていただきました。で、まず高校版の方ですね、VRFPS になります。はい。で、それから大学版の方ですね、こちらがブースの方の展示になるんですが、ブレイスフリッカーになります。対象の方では前の方に、お願いします。はい、じゃあまずはじめにですね、 VRFPS の方なんですけれども、VR をベースにしたサービスということで、経験1年であれだけのものが作れるというのは非常に驚きましたし、あと個人的にも非常に刺激を受けまして、パワーをもらいましたので、ぜひこのままですね、頑張って開発の方を進めていただければなというふうに思います。おめでとうございます。ニフティ賞高校版には副賞としてニフティ株式会社オリジナルのお茶、ニフティ IoT、T がお茶の T になっております。ニフティクラウド IoT プラットフォーム60日間無料トライアルカード、またニフティ株式会社 IoT デザインセンターのエンジニアとのランチが授与されます。おめでとうございます。はい、で続いてですね、ブレスフリッカーなんですけれども、こちらスマートウォッチの物理インターフェースをこう拡張してですね、息を吹きかけるっていうインターフェースを独自に追加すると、非常にユニークなアイデアを実装をしてですね、そういったユニーク性といったところですね、あと IoT を十分に活用した、ものを実装して、いただいたというところを非常に高く評価しております。はい、おめでとうございます。ニフティ大学版には副賞としてニフティ株式会社オリジナルのお茶、ニフティ IoT、 ニフティクラウド IoT プラットフォーム60日間無料トライアルカード、ニフティ株式会社 IoT デザインセンターのエンジニアとのランチが授与されます。おめでとうございます。続きまして日清コム賞です。株式会社日清コム加藤様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。株式会社日清コム賞ですけれども、
まず高校版ですけれども、テックスピーク、大学版の方ですけれども、こちらはですね、見守りボックス、こちらの方を選定させていただきました。前の方に出てきてください。私はあの日成コムはですね、まあ、民間 の、 ですね、あの IT 関係もやっておりますけども、私自身がですね、公共情報事業本部ということで、公共に関連するですね、システムの方をやっております。まあ、そういうところで選定理由としては、まあ、公共の方でですね、まあ、寄与する、そういうようなアプリケーションというようなところですね、選定させていただいています。ただ、テックスピークに関しては、ちょっと個人的なところで思いがありまして、選定をさせていただいています。まず一つ目としては、自分のですね娘がやっぱり NPO 法人で、やはりまあ、こう呼んじゃいけないのかもしれないんですけれども、社会的弱者の方を支援している、まあ、そういうようなところですね、働いているというところが1点です。それから2点目としては、もう本当に昨年のですね、私の義理の父親がですね、交通事故に遭ったとき、そのときにまさしくこのソフトウェアというか、この仕掛けがあると、本当に助かったなというのがあります。というのはやっぱり首から下がですね、やはりもう動かなくなってしまったというところがあって、本当に口から少し、まあ、声が出るというか息が出るというか、まあ、そういうところで本当に何を望んでるのかっていうようなことをですね、やっぱりこう筆談とそれからまあ愛用表、これを使ってやってたんですね。だからこういうのが自閉症さんのですね、コミュニケーションというところだけではなくて、他の分野でも絶対使えるなというふうに思いましたので選定させていただきました。まずは表彰状、テックスピーク様、どうもありがとうございました。ありがとうございます。日成コム賞高校版には副賞としてグルナビギフトカード1万円分が授与されます。おめでとうございます。おめでとうございます。では大学版です。見守りボックスということなんですけども、私どもの会社の中でも新規事業をですね、いろいろみんなで考えようということで、いろんなですね、まあ、ネタとかをみんなに出しながらこうやっています。まあ、その中でやはり私の分野としてはやっぱり公共的なですね、分野で何がやっぱり寄与できるのかというようなことを考えた中で、どうしてもやっぱり出てくるネタというのがほとんどがですね、ハードがあまり絡まないようなソフトウェアの分野が、まあ、で、こうクローズするようなそういうサービスというのが出てきました。まあ、でも今回その見守りボックスというものに関してはやっぱり光センサーを使ったですね、仕掛け、そちらの方が入ってたというところがあるので、こういうやっぱりアイデアというのは我々の中にですね、これからどんどんやっぱり取り入れていきたいなというふうに思います。どうもありがとうございます。おめでとうございます。日成コム賞大学版には、副賞としてグルナビギフトカード2万円分が授与されます。おめでとうございます。続きまして、みんなのウェディング賞です。株式会社みんなのウェディング坪井様、大学版の発表をお願いいたします。はい、みんなのウェディングではこうやって撮ってさんを選定させていただきました。おめでとうございます。前にいらしてください。非常に、選定、まあ選びたい他の発表さんいっぱいありました。まあ、課題があってそれを解決するためにテクノロジーがあって、で僕ら の、 その会社の理念っていうのが大切な日を増やすという理念のもとをやっているので、まあ、このサービスがあればもっと人生が豊かになるんじゃないかっていうことを感じたサービスに、授与させていただきました。おめでとうございます。さて、みんなのウェディングショーの副賞につきましても当日のお楽しみということなんですけれども、発表をお願いいたします。
そうですね、我々は図書カードとコーヒー豆をプレゼントいたしました。ちょっと来年から参加できるする際にはですね、もっといいものを出せるようにあの会社には言っておきたいな。あ、そうですね、ですね、それを、ね、選んだ理由なんですけど、あ、僕ら の, その会社ではですね、みんなの本棚っていうのがあって、まあ、あの読書感想文をですね、あの会社に出せばですね、本は何でも買っていいっていうような、あのそういうこともやってるので、まあ、今回図書カードということを選ば、あのプレゼント しましたと。はい、会社のコーヒーで、使ってるコーヒー豆ですね。なかなか、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。続きましてソフトキューブ賞です。ソフトキューブ株式会社北村様、高校版と大学版の発表をお願いいたします。高校版ソフトキューブ賞 VRFPS、 それから大学版は見守りボックスです。どうぞ。弊社もあの VR 関係 の, あのソフト開発をあのやってるあの会社で、現在あのオキュラス の, あの VR を使って地図系 の, あの 3D の, あのソフト開発とか、まあ、OpenGL とか Nifty とか、まあ、非常に共通するあのソフト開発を今やっているところです。まあ、あのゲームはやっておりませんけれども、まあ、あの一つ今後あの拡張して、産業関係 の, あの VR の方にも挑戦していただければなと、まあ、思いましたので、あの表彰させていただきました。ソフトキューブ賞高校版には副賞としてギフト券3万円分が授与されます。おめでとうございます。これもあの IoT ではないかなと思うんですが、あの弊社はあの奈良先端大学 の, あの荒川先生 の, あの開発されたセンスティックというあの、まあ、小さい棒状 の, あの IoT 関係の、ソフト、あ、ハードをあの推奨あのしております。まあ、あの高齢者の人にそのセンスティックをつけて、あのいろんなあのセンシングがあの可能になりますので、まああのバージョンアップをですね、まあ、ぜひあの期待したいなというふうに思っております。どうもおめでとうございます。ソフトキューブ賞大学版には副賞としてギフト券3万円分が贈られます。おめでとうございます。続きまして情報会賞です。立命館大学情報会、奥様お願いいたします。情報会からは、大学版のみとなります。情報会賞、PV 検索足し算引き算になります。おめでとうございます。選定理由としましては、まずですね、まあ、動画をですね、まあ検索するっていうサービスは多いんですけども、その中で、まあ足し算とか引き算っていう概念を使って、検索しようという、まあ、そのコンセプトが非常に面白いなと思いました。で、まあ、そのコンセプトの実現方式として、まあ技術的な部分もしっかり、練られているなと。まあ具体的には動画をですね、まあ画像や音声などといった特徴量にしまして、でドキュメント2ベック、まあ、そういったいろんな技術を組み合わせてそのコンセプトを実現しようとしている試みは非常に面白いなと思いました。
で、まあ、結果を、まあ、デモで見せていただいたんですけども、まあ、結果としてはちょっと正直なところまだ改善の余地はあるかなと思うんですけども、ただそのあたりですね、じゃあこの動画とこの動画を足したらじゃあ人間はどういった動画が出てきたら嬉しいのかとか、まあ、そういったところをですね今後も追求していくと、アプリケーションとしてもしっかりしますし、まあ、その上で技術も発展していくかなと思いまして、まあ、そういった今後の発展も期待して、まあ表彰したいと思います。おめでとうございます。情報解消には副賞としてスマートウォッチが授与されます。おめでとうございます。続きまして企業交流会において積極的に交流された方に贈られますモーストアクティブスチューデント賞、アクティブスチューデント賞の発表です。野口先生お願いいたします。ですね、皆さん企業交流会ではたくさん活発に交流していただいて、まあ、非常に功をつけがたかったんですけれども、まあ、そこはちょっと頑張って評価順番をつけさせていただきました。で、Amazon ですね、今から、まず Most Active Student 賞を発表したいと思います。Amazon ギフト券1万円分なんですけれども、先ほど T ポイントの話を聞いて、T ポイントにして Yahoo! オークションで Amazon カードにしてもらったらよかったなと思ったんですけれども、そうするとみんなが幸せかなと思ったんですけど、はい。ちょっとそれはそこまで考え至らず今日はアマゾンカードでいきたいと思います。はい、ではですねモストアクティブスチューデント賞こちら1名です。名古屋工業大学の横田和之君、はい、前に出てきてください。はい、おめでとうございます。はい、続きましてアクティブスチューデント賞でこちら5名ですけれども、ちょっと順番に続けて読みますね。まずは、大阪府立淀川工科高校の、あずきさわりょうすけ君で、立命館大学の中島翔太君で、まあ、同じく立命館大学の柴田太一君で、米子工業高等専門学校の、瀬島春樹君で、最後が、明治大学の小池凛太郎君、以上の5名の方前に出てきてください。はい、じゃあ、授与したいと思います。おめでとうございます。続きまして優秀賞、奨励賞、プレゼン賞、テーマ賞の発表です。進行の都合上こちらで受賞作品名をお呼びするのみといたしますのでご了承ください。後日事務局より賞状等をお送りいたします。それでは発表いたします。まずはプレゼン賞。プレゼン賞はテックスピーク、こうやって撮っての2作品になります。おめでとうございます。プレゼン賞の皆様へは賞金2万円を後日お渡しいたします。それではテーマ賞の発表に移ります。テーマ賞はテックスピーク、
サフティムの2作品になります。おめでとうございます。テーマ賞の皆様へは賞金2万円を後日お渡しいたします。続きましてテーマ賞です。失礼いたしました。続きまして高校版優秀賞です。高校版優秀賞は VRFPS サインの2作品になります。おめでとうございます。高校版優秀賞の皆さんへは賞金3万円を後日お渡しいたします。続きまして高校版奨励賞の発表です。高校版奨励賞はオセロプラントロットカイワレ大根 UFO カメラディグフライトシューターカフェナビの6作品になります。おめでとうございます。高校版奨励賞の皆様へは賞金1万円を後日お渡しいたします。続きまして大学版優秀賞です。大学版優秀賞はディレクトリーウォー1作品です。おめでとうございます。優秀賞の皆様へは賞金3万円を後日お渡しいたします。続きまして大学版奨励賞の発表です。大学版奨励賞はクマハピです。おめでとうございます。奨励賞の皆さんへは賞金1万円を後日お渡しいたします。それではいよいよ高校版と大学版の最優秀賞の発表です。中谷委員長お願いいたします。はい、最優秀賞ですので、高校版で1回授与式をやって大学版で1回授与式をやらせていただきたいというふうに思います。もうそろそろ予想はついているかもしれませんけれども、最優秀賞高校版テックスピーク。高校生じゃないんだけどそれがさらにですね、この凄さを示しているんじゃないかなというふうに思います。一等ずぬけて得票を集めたということで文句なしの最優秀賞です。でこれ読ませていただきます。表彰状最優秀賞、テックスピーク、あなたは立命館大学主催全国高校大学ソフトウェア創作コンテストアイチャレ2016において当初の成績を収められました。その栄誉をたたえこれを称します。2016年11月26日立命館大学情報理工学部アイチャレ2016委員長中谷義雄、おめでとうございます。ありがとうございます。最優秀賞には賞状と副賞として10万円を後日授与いたします。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、大学の方の最優秀賞を発表させていただきます。モノクロジック、これも頭一つ抜けて得票を得たということで、文句なしだったと思います。表彰状最優秀賞モノクロジック、あなたは立命館大学主催全国高校大学ソフトウェア創作コンテストアイチャレ2016において当初の成績を収められました。その栄誉をたたえこれを賞します。
2016年11月26日、立命館大学情報理工学部アイチャレ2016委員長中谷優勝、おめでとうございます。最優秀賞大学版につきましても、賞状と副賞として10万円を後日授与いたします。おめでとうございます。以上をもちまして、審査結果の発表並びに賞状、副賞の授与を終わります。ファイナリストの皆さん、本当におめでとうございます。続きまして、副委員長の柴田文久より本コンテスト全体の公表を行います。柴田副委員長、お願いいたします。皆様、お疲れ様でした。朝から長い時間このアイチャ2016、盛り上げていただきまして誠にありがとうございます。これで本日のこのアイチャで最後となりますが、最後に公表を簡単に述べさせていただきたいと思います。高校生版、それから大学生版に分けていきたいと思いますが、まずは高校生版です。今年、この情報関係、キーワードとして AI、 アルファ号ですね、 Google のアルファ号とかさまざまなところで AI 人工知能というのが注目を集めています。またあと VR という技術、こちらに関しましても、ソニーのプレイステーション4に、PSVR という新たな、デバイスが発売されて飛ぶように売れたと、今は一気になくなってしまったということがありました。そういった新しいキーワードに関する、作品というものが早速このアイチャに出てきたということは非常に喜ばしいかと思っていますし、こういった流れというものをもっと、推し進めていきたいというふうに思っています。で、その中でも最優秀はテックスピークということで、実はアイチャレ史上初めて中学生の最優秀賞と、中学生の参加とそして最優秀賞という形になりました。でぜひともこの先3年後になるんですかね、大学に入るときに、情報理工学部に来ていただきたいと、私からを、強く願っておりますので、よろしくお願いします。はい、で続きまして、高校版、こちらも、あ、高校、失礼、大学版ですね、大学版もこちらも非常に面白い作品がたくさん集まっていました。その中でも今回最優秀賞を取りましたのはモノクロジックというゲームでした。ちょっと私も触ってみましたし、実際なんかものすごく頭を使いそうでやり込んでみたいという魅力が、にあふれたそういったゲームになっておりました。でそれ以外にも、優秀賞であったりとかさまざまな企業賞が、たくさん作品出されました。いずれも、非常に素晴らしい作品になってたかなと思います。であとはこうやって撮るという非常にアプリケーションとして素朴なんですが欲しくなるようなアプリがありまして、これプレゼンテーション賞を取りましたが、まあ審査員の中で少し、冗談として言ってたのが、かなりリアルが充実しているといったプレゼンにもなっておりましたので、そこら辺で減点食らったんじゃないかといった冗談なんかが審査室の中では、ありました。でこういったさまざまな面白い作品が出てくるというのもこのアイチャリの、醍醐味だと思いますので、この先来年以降も引き続きこの企画を続けていきたいと思っておりますし、皆様方のご協力をいただきたいと思います。それでは最後に、本日を、ここの場に参加いただきましたファイナリストの皆様、それから長い時間熱心にこの審査に付き合っていただきました企業の方々、それからあとは観客の方々に、お礼を申し上げて、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。柴田副委員長、ありがとうございました。以上をもちまして当コンテストのすべてのプログラムを終了いたします。本日は皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございました。